自分の気持ちとか自分の家族との気持ちとも向き合わずに生きてきた人間のその孤独っていう。はい、上大です。今日は小津安二郎監督の遺作サンマの味の話をしていきます。なんとなくその昔のその昭和の巨匠の映画監督、黒澤明、溝口健二、小津安二郎がまあ一応トップ3だと思うんですよ。まあ、他にもいるんですけど、まあ、大体まずバッて頭に浮かぶのはこの3人かなと。でその中の一人の小津安二郎監督の、まあ、僕自身あんまりそんなに得意ではないんですよ。東京物語は戦後その変わりゆく家族関係っていうもののなんか薄ら怖さみたいなものが見えるっていうので、そういったところは見えるのはすごいなと思うんですけど、他の作品見た時にあんまりその何がどうっていうのが、まあ、なんか分かりづらい監督だったので、ちょっとあんまり見てなかったんですよ。離れてたんですよ。あのネットリックスでちょっと出てきたんですよ。で、あのサンマの味っていうのが出てきて、これが遺作なんですね。あの1962年の、まあ、最後の作品だったんで、遺作だったらちょっと見てみようかなと。その小津安二郎監督がその最後何を残したのかっていうのを、まあ、ちょっと確認のつもりで見たんですけど、まあ、これがめちゃくちゃすごかったんですよ。東京物語で僕が感じていたそのなんか薄ら怖さっていうものがもう全開に出てるっていうのが、当時これを見た人ってこの映画をどう見たんだろうなって、なんかいいなとか懐かしいなとか、そのなんか共感とかそういったものだったのか、それともあの、まあ、僕が思ったように人間関係の希薄さのその薄ら怖さっていうか、その建前とかだけで生きてるようなその日本人の誠実に生きているようで全てになんか背を向けて生きてきたような、あの気づいたら何も残ってないという、60年経ってこの映画を見て、その日本人らしさっていうのはすごい凝縮されていて、太平洋戦争から高度経済成長とかいろいろあって、バブルがあって、まあ、リーマンショックがあって、震災があって、まあ、コロナがあってっていう、まあ、いろんなその出来事がある中で日本が上向くこともなくどん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 ゆっくり落ちていってるっていう感覚っていうのが、なんでそうなってるのかっていうことがもうここにやっぱ凝縮されてるなっていうか、日本人の大半の人たちはきっとこうなんだろうなっていう、まあ、今その、まあ、時代がその昭和平成令和とあのどん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 その年号が変わっていくことによって、大体その なんとなくその分断があの起こっているわけですよ。昭和の感覚、平成の感覚、令和の感覚っていうのがあると思うんですよ。サンマの味っていうのはもうまさしくその昭和の感覚が凝縮されてるんですけど、結局のところ分断してるようで、全てのあのものってやっぱグラデーションで薄まってきてるのかもしれないけど、結局今の自分たちにとってもこのサンマの味に出てくる人間たちの性格っていうのはやっぱりあの刻まれてるっていうことの恐ろしさっていうのもすごく感じたんですよ。その自分たちのその中に少しだけでもまだ残ってる要素っていうのが純度 100% で見せられるから、あ、これは恐ろしいなって、時代劇を見た時の感覚とはまた全然違うんですよね。あの日本らしさではあるんだけど、なんか人事ではないっていう感覚になるっていう、そういったまあ話になってます。東京物語っていうのがもう、1953年ですね。1945年に終戦で、まあ、そこから8年で東京もその空襲で焼け野原になったんだけど、もはや戦後ではないって言われたような、まあ、そういった頃 その東京の風景っていうのが描かれてるんですよね。でそれプラス高度経済成長であの新しい方向に日本の人々があの目を向けたことによって、本来あった家族関係っていうものがどんどん崩れていくっていう、その父親の存在って絶対だったんだけど、息子たちはその日々の仕事に追われていて、そのなんか邪険に扱うじゃないけど持て余してる感じになってしまうっていう、でも息子たちは頑張ってるからもう自分たちはそれでいいよみたいな感じのお父さんとお母さんっていうのと、あのそれプラスあの戦死した息子の、嫁ですね、もうあの息子は戦死してしまってるから義理の娘とはもう実質もうあの他人になってるはずなんだけど、だけどその義理の娘の方がそのお父さんとお母さんに、まあ、あのよくしていてずっと義理堅くあの接しているっていう、本来あった日本人らしい人との関係っていうのと、変わりゆく日本人っていうものを、まあ、描いてたのが東京物語だったんですけど、でこのサンマの味が1962年の映画なんですね。だから、終戦から、17年前の映画なんですよ。だから今、2022年2月なんですけど、だから2005年2月の話なんですよ。あの僕らの感覚から言って、あのこの当時のサンマの味に出てくるキャラクターがにとっての戦争っていうのはあの17年前の出来事だったんですよ。もう17年前ってやっぱ意外とあの
結構最近の話なんですよ。僕が個人的に言うと、ここ後ろにレコード飾ってるんですけど、それこのザ・マズボルタの、フランシス・ザ・ミュートっていうアルバムなんですけど、これが2005年の2月に出たアルバムなんですよ。もう多分これを超えるアルバムは出ないだろうなっていう1枚のアルバムなんですけど、僕が高2の時のアルバムなんですけど、17年前っていうのは結局それぐらいの感覚なんですよ。もう目に見える形で戦争っていうものの、その影っていうのはなくなってるんだけど、彼らの記憶の中には確実に残ってるものなんですよね。それが肝になってるので、それはもうちょっとまた後で話をしていきます。主人公がやったリュウ・チシュという方です。東京物語のお父さんでもやってた、オズ映画の中で主人公といったら、このお父さんみたいな感じ、もう人なんですけど、それがお父さんなんですね。妻には、先立たれてる状態で、子供が3人いて、1人、長男はもう結婚して家を出てて、で、長女が、今27歳で、みちこちゃんって言うんですけど、みちこちゃんそろそろもう結婚っていうか嫁に出さないのって言われてるんだけど、お父さんはまだ早いよ、あいつはまだ子供だよって言って、当時の27歳ってもう結婚しててもおかしくない年齢なんですけど、まだその感覚に慣れてないっていう状態なんですよ。でそして次男がいて、次男は学生だからまだ家にいる、だけど父親は男だから、その次男も学生だけど結局就職したら家を出ていくんだろうなっていう感覚はあるんですよ。自分も多分そういうふうに親元を離れたからだと思うんですけど、だけどその娘っていうか、その女の子を育てるっていうか、どうしていいか分かんないっていう感覚になってるんですね。娘の美智子さんを、27歳でそろそろ結婚させようかっていう、そういった話が一応メインなんですけど、物語順を追っていくと、中学の、同窓会ですね、クラス会をするっていうことになるんですけど、クラス会しようねって言って、最初は料亭で3人で話をしてるところがあるんですけど、そのところでその日本人 その国民性みたいなのが出てるんですけど、何も決まんないんですよね。何も決まんないで、どうしようかどうしようかって言って、誰かが何か意見言ったら、それがいいね、そうしようねって言って、じゃあそれよろしく頼むよみたいな感じで、誰も意見言わないんだけど、誰かが意見言ったらもうそれでいいよって言っちゃうっていう、そのよく言われるその日本の会議がなんで長いのかっていうのはもうここでもう出ちゃってるんですけど、誰も意見言わなくて、みんな誰かに習うっていうことしかできないっていう、そういった国民性みたいなのがすごい出てるんですけど、でその後で同窓会というクラス会があって、そこで8人ぐらいいるんですね。そこで先生がいるんですね、遠野英二郎さんっていう人がやってるんですけど、黒澤明の用心棒で栄の親父やってた人ですね。ちょっとひん曲がったおじいちゃんやらせたらめちゃくちゃいい人ですね。水戸黄門とかやってた人だと思うんですけど、人がやってるんですけど、でみんなでこう先生先生って言って、お酒飲ませまくってたらちょっと潰れちゃったんですね。だから主人公が送ってあげるんですよ。でそしたらその娘さんが出てくるんですよ。で娘さんはもうどれぐらいなのかな、40とか過ぎてるぐらいの、なんかもう婚期を逃してしまった女性なんですよ。でそのお父さんと、その恩師ですね、お父さんと一緒に2人でなんかラーメン屋を切り盛りしてるっぽいんですよ。なんか家のその手伝いとかをずっとしていて、婚期を逃してしまった、もう誰とも結婚できないであろう女性として出てくるんですよ。それはつまりその、主人公の父親がそのとあと美智子の関係にすごい近いというか、このまま行ったらこの2人みたいになっちゃうなっていう風になって、それを見てまずいなって言って美智子を結婚させないといけないのかなっていう風に景色にするっていうシーンになってるんですけど、そこに、ラーメン食べに来た客がいて、それが実はそのお父さん の昔戦争に行った時 の海兵隊の時の部下だったっていうのを、偶然の再会で出会って、2人でスナックに行くっていうことがあるんですけど、でそれで2人はそのラーメン屋を出ていくんですよ。酔いつぶれた先生ですね、それがずっと寝言言ってぐちゃぐちゃなんか言ってるんですよ。でそれ見てその娘さんはもう泣いちゃうっていう、そういったシーンになるがあるんですけど、その娘さんっていうのはもう婚期を逃して誰とも結婚できなくて、でこのもう酔いつぶれてもうほんとダメ親父みたいな感じの人、この人ともうずっと生きていくしかないんだっていう、そのこの先の人生の絶望みたいなものを感じて、泣き崩れるっていうか、そういったシーンになるんですよね。そういったこういろんなものを全部平均的に並列で見せていくっていうのが、この映画なんですけど、なんかすごい恐ろしいことをしているんですよね、この映画は。主人公お父さんとその、海兵隊の時の部下の2人が、スナックに行くんですね。スナックで飲んでて、でその部下の人が
その、まあ、海兵隊の時の話をするんですけど、そこでもし日本が勝ってたらどうなってましたかねっていう風な話になるんですよ。あの今の僕らからしてみれば、その太平洋戦争で日本が勝つってもうありえないじゃないですか。いろんなその情報とかあるから、あのむしろなんであの状況であの戦い続けたのって、もうちょっと早くそのなんか終戦しておけばその原爆も落ちなかったんじゃないかとか、今だったらいくらでも言えると思うんですけど、でも彼らはそうじゃないんですよね。海兵隊とか行ってた人たちっていうのは、日本はそのやっぱ神の国だから勝つもんだと思って、そのために自分の命を捧げて彼らはその戦場に行ってたんですよね。もし万が一日本が勝ってたらどうなりましたかねっていう、まあ、そういったセリフっていうのはやっぱりあの頃戦場に行ってた人たちだから出てきた言葉なんだろうなと思って、その60年の開きがあるというその距離感とかがあるから余計にすごい感じたんですけど、でそれ聞いてるスナックママとかが、じゃあ あれ流しますかって言って、海兵隊の行進曲みたいなやつを流しますかって言って、それ流すんですよね。それ流したら、でそれでお父さんと部下がその時 その海兵隊のその行進マーチ の歌を歌い出すんですね。2人であの頃はなんか良かったなっていう感じでそういう歌を歌うんですよ。まあ、それができるっていうのが、まあ、その彼らはやっぱりそこでやっぱ命を燃やしたんだっていうこと、日本のために死ぬって、まあ、思ってやってたんだろうなって。だからそのマーチとかその行進曲をかけた時になんか湧き上がるものがあるし、やっぱそれ歌うっていうことができるんだろうと思うんですけど、そこから娘をいろいろなんやかんやって結婚させることになるんですけど、娘の美智子から結婚したいって言うんじゃないんですよ。その美智子は自分はいいのよ、私はまだ全然結婚なんていいのよって言うんですよ。完全に美智子はもう建前でお父さんのために生きている人間になってしまっていて、もう全部自分の感情を殺して全部 OK するっていう、もうそれはもう見てて分かるんですよ。あ、この人も全部我慢してるんだなって分かるんですよ。画面上で分かるんですよ。だけどその会話があって、その美智子は自分の部屋に行っちゃうんですよね。でその後そのお父さんとその長男がいるんですけど、2人で話してて、あ美智子あんまり悲しそうじゃなかったねって、あ全然大丈夫だなって、じゃあこのままお見合いの話進めようかなって言ったら、その次男が入ってきて、姉さんどうしたの、今すごい泣いてたよって言って2人が驚くっていうシーンがあって、本当にこう日本のその人間関係のいびつさっていうのがすごい出てるんですけど、その本音を隠して建前で生きてるっていうのと、まあ、相手を立てて自分は遠慮するっていう、もうずっとみんながみんなそうやるんですよ。相手を立てるような言い方をするっていう風にすると、結局相手の本音っていうのがそれで分かんなくなっちゃうところっていうのがあって、だんだんそのなんていうかな、本質から外れていくんですよね。自分は遠慮してる、そして相手も遠慮してる、遠慮し合ってるっていう状態が分かってるにもかかわらず、でその遠慮してその建前で言った言葉に対してのそのリアクションをしてしまうから、そのなんかちょっとずつずれていくっていうか、そのお中元とかお歳暮とかもそうだと思うんですけど、送んないといけないんだけど何送っていいか分かんないから、結局夏はそうめん送っちゃうとか、なんかいろんなとこからお中元来るけどなんかみんなそうめんとか、まあそういった風になっちゃうっていう、建前で言ってくれてることを気づいたら、それは建前で言ってるんだろうな、遠慮して言ってるんだろうなっていうことを考えなくなってしまってる、思考停止してしまってるっていうことが、まあ、ここでもろに見えていて、その家族なのに娘の本音っていうのが分かんなくなってしまったっていう。そしてまあなんやかんやって結婚させるんですよ。で結婚させて娘を嫁に出して、あ行っちゃったなって言って、すごい主人公お父さんは寂しくなるんですね。その後スナックに行くんですね。その海兵隊の部下と一緒に飲んでたスナックに行ったら、でママが気を利かせて待ちかけるって言うんですよね。その海兵隊の行進曲をかけるって言うんですよ。でそれも多分タイミングでは聞きたくないと思ってたと思うんですよ。ママからしてみれば前もあれ聞いてご機嫌になってたから、それかけてあげようかなって、今そのサービス精神で言ったと思うんですけど、それに対してああって言ってかけてもらうんですよ。かけてもらったら、その隣に2人サラリーマンがいて、自分よりもちょっとだけ下なのかな、まあ、それぐらいの人が、まあ、いわゆるその戦争の時の曲がかかると、冗談でその大本営発表なんとかかんとかは負けましたって言って2人でゲラゲラ笑うっていう、横でそういったことが起こるんですよ。でそれを聞いて余計惨めになるんですよね。自分はあんなにもう命をかけてやってたんだけど、日本は戦争に負けたんですよね。でそしてその後で彼は、高度経済成長でいって、その戦後の復興のために多分もうすごいやっぱ頑張って生きてきたんだと思うんですよ。だけど今自分の手元からはなんかどんどんいろんなものがなくなっていくっていう、
まあ、そういった風になってるんですけど、主人公のお父さんだけじゃなくて日本人全体がそうなんですけど、なんでそんな風になっちゃうのかっていうと、まあ、太平洋戦争までの日本っていうのは完全に階級社会なんですよ。で、一番トップに天皇がいたんですよね。日本全体に対して、まあ、家族がいるんだけど、家族っていう単位でその組織が一つ一つあるんだけど、日本が戦争して天皇陛下のために死んでいく。だから太平洋戦争の時っていうのはその、まあ、子供をどん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 産めや増やせだったんですよね。そもそもの日本のその多くのほぼ 99% 以上 99.9% ぐらいの人っていうのは01じゃなくて1から10とか10から100をする人なんですよね。みんな本来目的を持ってないんですよ。目的は持ってないんだけど、役割を与えられた時にめちゃくちゃ力を発揮するっていう、まあ、それが日本人の国民性なんですよね。だから戦争を始めて天皇をトップとしたその日本っていうそのなんか階級社会というか組織構造になっているような国っていうのがリーダーがいれば日本人っていうのはいくらでも力を発揮するんだけど、天皇制とその家族っていうものが分断されたことによってその家族自体の目的っていうものがなくなっちゃうんですよ。家族がいて幸せっていう感覚もあったんだけど、お父さんとお母さんがいてその子供が生まれる、その子供にはその国のために生きるっていう目的があったんですよ。父親っていうのはその家族の中でまあリーダーであり、そして上とのつながりっていうのがあったんですよね。その上とつながる時っていうのはその自分の意見を言わずに相手の意見とかアイデアに対して迎合するっていう。だから太平洋戦争っていうのはまあすごい異常な力を発揮してたし、だけど結局そのまあアメリカとかと戦った時に規模で完全に負けてしまうっていうのはあるんだけど、まあ、それぞれが会社に勤めてそこでまあ身を粉にして働いていて、まあ、時にはその過労死とかする人も出てくるぐらいそのなんかすごい働き方をする、まあ、そこでまあ異常なその日本人の力っていうのを発揮するんですよね。それぞれは目的ないんだけど、誰かがこれをやろうって言った時にものすごい力を発揮するっていう、自分の意見はないんだけど、でその経済発展をしてそのなんか日本っていうのがすごい豊かになるんですけど、だけど経済発展をさせ、その経済成長によって日本が豊かになるっていうことと家庭が豊かになるっていうかその幸せになるっていうこと、まあ、イコールではないんですよね。復興と経済成長だって言ってでみんながそっちにわーって言って、でそして日本はどん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 良くなっていくんですよね。良くなっていくんだけど、そこでその各家庭っていうか家族の役割っていうのがないんですよ。その働いてる人それぞれには役割があるんだけど、その家族っていう単位がその日本っていうその国に対してもたらす意味っていうか家族単位での役割っていうのがないんですよ。その舵取りをしている 0.1% とそのずっとそれに習っていた 99.9% の人っていう、まあ、そういった構造だから本質を見るっていう目が著しくないっていうのが日本人の国民性みたいになっちゃってるんですよね。誰かがこうしようって言ったらみんなそれに習う。だからそれ集まってくるそのマンパワーが強すぎるからその他国を圧倒していたっていう、それは歴史上事実としてあるんだけど、その一人一人を見ると実は誰も意見を持ってないっていう、労働者がその労働する場所っていうのはほとんど決められていたというか、まあ、大体の選択肢っていうのは、まあ、いくつかしかなかった。だけど、まあ、特に今とかはもういくらでもその仕事の種類とかあるわけで、ただ社会はすごく良くなってる、サービスを受けるっていう意味ではすごく良くなってる。だけどサービスを受けるだけで喜んでいた人たちっていうのはその職業の選択すらも実はすごく自由になってるっていうことに気づかない。特にその子供は気づいてるんだけど親は気づいてないとか、そういったことがあって、まあ、昔はその大企業に入ったら銀行に入ったら公務員になったらその人生は安泰だって思われてた人、いまだにそれを思ってる人もいると思うんですけど、昔はそれがまあ大体合ってたんですよ。世界がこうどんどん変化していくことによって今ではその大企業に入ることも安定ではないと思ってるし、銀行は潰れる可能性はすごく高いし、公務員は給料安いけどその学校の先生とかとにかく使い倒されてもうやばいっていう風に言われてるっていうこと。昔はその3つっていうのは入れば人生勝ち組だと思われてたんだけど、もう死ぬまで安泰だと思われてたんだけど、今は全然そうじゃないっていう、その変化っていうのを気づいてる若い世代は気づいてるけど、だけど昔の世代の人たちはまだそれに気づけてないとか、昔の感覚のままでいる人っていうのはやっぱり取り残されてしまうんですよ。気づいたら何もかも失って自分一人だけになってしまうなっていう、まあ、ところがあって、だから戦争も異常なことになったし、経済成長もものすごい速度でこう発展していったっていうのもそれはもちろん事実なんだけど、意見がないっていうこと、自分の意見がない、こうしたいっていうことを
がないし、あったとしても本音は言わずに建前として相手に合わせるっていうこと、まあ、それが良しとされている国民性だからこそ、意見をすり合わせるっていう正解じゃないんだけど一致させることが目的になってしまっていて、でそして気づいたら全然違う方向にその人生の舵を切っていて、こんなはずじゃなかったのにっていうことを思う人っていうのが、たくさんいるっていう、状態になっていってて、建前で生きてて、で相手も建前で言ってて、それは分かってるはずなんだけど、だけどその相手の言った建前を相手の意見であり相手の本音だと錯覚して接していることで、気づいたら人が何を考えてるのか分かんないっていうか、相手の気持ちを汲み取れなくなってしまっていたっていう、その日本の悪いところっていうのがすごい全部凝縮されて、最後この主人公のお父さんっていうのが孤独になんか苛まされてしまうっていう、ラストシーンが廊下にカメラがあって、奥の方に台所があって、そこに夜間があって水を飲んでうなだれてるところで終わるんですよね、この映画っていうのは。自分の気持ちとかと向き合わずに、その自分の家族との気持ちとも向き合わずに生きてきた人間のその孤独っていう、ただ最後娘を嫁にやって家がちょっとガランとしたなっていう寂しさだけじゃなくて、そもそも娘とちゃんと心を通わせていなかったっていうことで、娘を27までその自分のところに置いてしまったっていうこと、いろんな人となんか本当の心の交流ができないんだなっていう、その悲しさっていうのを背負った最後だったんだと思うと、本当に、最初から最後までずっとえぐいんですよね。小津安二郎っていう監督はもう絵作りとかがめちゃくちゃバッキバキに完璧なんですよ。完璧すぎるし、その人の喋り方とかも今と昔でやっぱりその演技のやり方とかちょっと違うとか、そういうのとはまた違うんですよね。意図して心を殺したような喋り方をするっていうのがあって、カメラ目線で真正面から言ってるんだけど、そこに本音がないっていうような、すごいこう冷たい絵になってるんですよね。で全体的に BGM がひょうきんなんですよね。すごいこうなんか滑稽な感じの流れになってて、使われてる音楽っていうのはそのキャラクターたちの心情とかそういったものに寄り添ったものであって、ひょうきんな音楽が流れてるから、それがメッセージとしてこの映画はすごくひょうきんな映画なんですよっていうわけではないんですよ。映像、演技、音楽、美術、いろんなも全部総合して一つの芸術作品としてやっぱ捉えるっていう部分はあるんですけど、このサンマの味っていうのがまさしくそうなんですよ。この映画のあらゆる要素全部をこう一つギュッとまとめて、こう一つの全部パッケージにしたものをこう映画というそのものをこう見せられることによって、それをどう思うかっていうことなんですよね。すごい日和主義の人たちっていうのを描いてるんだけど、映像に映されてるものっていうのが全体的にやっぱすごい冷たいんですよね。その中で彼、その主人公のお父さんがいろんな人と話をするんだけど、なんかずれてるんですよね。自分は本音を言えないし、相手の本音も引き出せないっていう、もう今からどうしようもないなっていう感じでが、もうこの映画の中で出てるんですよね。このお父さんのようなその生き方っていうか、その性格とか絶対自分の中のどっかにあるんですよね。それがやっぱ恐ろしく感じるっていう。いうのが僕が小津安二郎サンマの味を見た感想というか、初めて見てすごいびっくりしたんですよね。東京物語面白かったけど、他のはやっぱり何の話だったのかよく分かんないっていう、感じで、終わってたっていうのがあるんですけど、最後の最後その遺作としてこのサンマの味っていうのはすごいもん残したなって思うんですよね。そのさっき言ったその黒沢明、溝口健二っていうそれぞれやっぱ完璧主義って言われてるんですよ、その2人とも。だけどその完璧主義の質が違うんですよね、小津安二郎という人は。だからそういったところがすごい感じるなっていう、下手なホラーとかよりも全然薄ら寒いものを感じるので、本当に見物だと思います。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。普段は新作映画を見たらすぐにレビューするっていうチャンネルなんですけど、こんな感じでたまに名映画とかシリーズ映画に対して、自分はこういう風に見ましたっていう、そういった視点の話をする、動画も出すので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。でこの後僕短編が撮ったんですけど、それの予告編が1分半流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで、通常版とディレクターズカット版の2つがあります。で通常版はユッコ労働省さんの自作短編映画祭というので出させてもらっていて、でディレクターズカット版は僕のチャンネルの方で出してます。でどちらも概要欄にリンクが出るので、興味がある方はそちらを見ていただければなと思います。ということで終わります。Thank you.